ははい、えー、皆さんこんこにちは、えー、レクセンリン講師のンですそれではですね今日はあの令和4年の今、7月の今日23日ということなんですが、えー、今年の試験の受験をされた方を対象にしまして、えー、司法書士の中上級公開講座といたしまして今日はですね2年目受講の決定版、えー、実践力パワーアップ講座の全貌とタイプ別学習戦略というタイトルでお話をさせていただきたいと思います。 まずはじめましての方もいらっしゃるかと思いますのであの簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。あの私は平成8年に、1996年ですね1996年に司法書試験当時1回目の受験で合格いたしまして1996年に合格した千九1997年から実務、まあ、補助者としていろんな事務所に勤務をし、まあ、企業本部もやりそして19、1999年平成11年からです。 平成11年からこのレッグで講師を始めさせていただいて、まあ、長いことをやっているもんだなと、えー、まさかね、自分がこれだけ長くの間講師をやるとはちょっと本当に思ってなかったんですが今年23年目ということで今、レッグでもって講師をさせていただいております。えー、自分でも横横浜浜ののの桜木町の横浜ランドマーークタワーの に、あの、司法書事務所を開業しておりまして、高い賃料を払いながら、えー、まあ、あの、実務の方を細々と。続けているような形なんですが、それでもですね、あの、非常に司法書士の需要が。近年高まっているというね、あの、以上に、そういった、あの、感想を日々感じつつ。実務をやりながら、まあ、皆さん方を、一人でも多く。合格させて、いきたいなというですね、まあ、いまだに熱意は、本当に衰えておりませんので。まあ、講師として、そして、あの、家庭、か、家庭、家庭、家庭がちょっとね。 あの残念なことになってはいるんですが、家庭、うん、まあ、三児の母として、えー。何をやってるんだろうっていうのは、偉そうなこと言えないんですが、まあ、三足のわらじをですね、入っているような状態ではあります。で、今年、あの、皆さん方、令和四年司法書士試験を受験されて。 令和5年の試験に向けてリベンジをしようという方のためにレックではいつものように中上級講座を展開しておりますが今年もです、ね、実践力パワーアップ講座の方を私の方が担当させていただく次第です。 でえそうは言ってもですねあの毎年、あのあのこの中上級講座からレックのもうくぐるという方もいらっしゃいますのでいろいろなですねあの講座のラインナップがあってもう,う,う,う、ね、右も左も分からないという方もいらっしゃるかと思いますので今日この開講の前のタイミングを使いまして、まあ、皆さんにちょっとレックのラインナップと。 それから、そもそも自分に何が足りなかったんだろうか来年に向けて何をどうすればいいのかそういった道しるべを簡単にでもお話しできればということでえ今日この時間をいただいた次第です、えー、私のですね。ね私ののというかそのまあ 今あの家族含めて最大限気をつけているんですけれども、ちょっとコロナのねあの感染者数が非常に多くなってきてしまいまして、皆さんあの勇気を持って今日生で来てくださっている方もいらっしゃるんじゃないかと思います。では私自身あの毎日のように抗原検査と PCR 検査、PCR 検査は昨日とといその前の日ちょっと。 金に物を言わせまして、あのちょっといろいろあの、あのこ、米を使いまして、やらせていただいてて、あ、あれですよ、あのお金ちゃんと払いましたよ、お金ちゃんと払ってクリニックで。やってきたんですが、ちょっと、皆さん方にね、万全な体制で抗議をするにあたっては、えー。ちょっと検査しておかなきゃいけないなと思いながら、いろいろな検査はさせていただいております。ですので、大変申し訳ないとか、まあ恐縮なんですが、マスクを外させていただいて、今日講義をさせていただこうと思っております。目の前に、まパネルはありますけれども、あの、なぜ講師は、あの肺活量が半端ないので、飛沫飛びまくり。 だと思うので本当に、ね、あの前に座っている方にとってはひやひや大丈夫かと思っていらっしゃるかもしれませんが少なくとも差し当たってあの昨日午後現在検査したところ陰性ということでしたのでちょっとあのマスクを外させていただいて講義をしていこうと思います。 さあそれではあの今日皆さんにあのレジュメの方を配っております、えー、こちらのの、ね、レジュメのところに従ってお話をしていこうと思うんですがただ、ね、長々とお話をしてもこの後実践力の実際の開講に参加してくださる方もいらっしゃると思いますから、まあ、1時間ほどめどにです、ね、効率よくお話をしていこうと考えているところです。 さあそれでは、えー、今年の試験ちょっと簡単に、えー、総括をしていきたいと思います。今年の試験ですね。方房から散々レックがフルボックを叩かれているのは皆さんもご存知の通りです。ねあのレックの、えー、基準点なんだあれは高すぎじゃねえか。煽って中上級講座入れさせようとしてんじゃねえかみたいな。運の根本ふざけんなみたいな。あの散々言われようでまあまあ、まあ、毎年のことなんですけど、毎年のことですけれどもおおーおおっていう形でですね、えー、言われてる方としてはねあまり気持ちのいいもの。 でではなないわけなんですが、まあ、ただ、ねあの、皆様方からいただいた成績の診断の結果いわゆるあのマークシートのお皆さん方から提供していただいた結果を見ると非常にあの基準点というのはこれ高く予想せざるを得ないような状況にはなっておりますもちろん私たちはあの主観も交えていますが,いますがその皆さん方からあのいただいた有に700人、800人を超えるです、ねえー、成績診断リサーチ え皆さん方がどこをマークしてどの回答を,を、ねえー、まあマークされたのかというあのデータに基づいて毎年予想をしておりますですから、それがもし高く出てしまって最終的に蓋を開けた時に本当はもっと低かったということになる可能性というのはもちろんなきにしはあらずなんですがただ、私たちが別に何かこう意図的に何か皆さん煽ってえ卓越の基準点を高く。ね えー、してていいるっていうことではないんですよっていうかんそんなことをしてで現に今、こうやって私たちレッグの講師が叩かれてなんか森山さんだけ一人涼しい顔しているのがちょっとなんか,なんかモリリンとかいう, <laughs> あのそうあのいや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 、仲いいんですよ仲いいんですけどあのお、えーね、私の根本さんばっかり叩かれてっていうか根本さんはほらご存知の通りガラスのハートですから、ね、彼はあの叩いちゃいけないっていう受講生からの愛の,、ね、そのお救済がある、ね。で こごチャンネル見てたらびっくりしたのがあのいや1年に1回だけ私もごチャンネルあの本試験後に見るんですけどなんかレックがこんな高く予想してで、えー、いつもそういう高く予想するそして受講生を煽る汚れ役はうんのにやらせるんじゃなかったのかみたいな今年は根本にやらせたんだみたいな根本、ね、ちゃんかわいそうっていう、ね、なんか書き込みがいっぱいあって。 いいっぱいとかまあまあ23ありましてなんかもう笑っちゃうのと同時にああでもさん愛されてるなと思いながらですね見てたんですけどそういう汚れ役を運動にやらせるのがいつものことじゃないかって言われちゃうねいやいやいいんですよいいんですよあの、えー、皆さんねあのそう言っていただいて甲子冥利に尽きるなと思っているんですが別に煽ってるわけではなくあの。 最初のやはり検証会のデータでは例年のところでいうと午前はやっぱり28ないしは29問の基準点、卓一ですね、35問中28ないしは29問の基準点というのは正直、本当にデータ上は出てしまっているんですでそして午後に至っても25ないしは26というような数字がやはり出てしまっている、これは別に私たちがあのこう皆さんをあって講座を取れよって言っているんじゃなくてですね データ上の数字の素直なあの指している数値だと思ってください。ただそこからさらに10日以上経ちまして、えー、今日現在まあ本試験からもう3週間弱経ちます。であれ本試験から1週間後の検証会のデータで予想していまして少し皆さん方からのデータの提供の数が増えまして、じゃああの変わってきたかというと、そうですねあの。 午前は27というものも見えてきてはおります、27、でも、えー、28という数字はもちろんいまだに残っています、そして午後に関してはもう正直、本当にブラックボックスです。といいますのも、ご存知の通りあり午前、午後、択一両方突破した方を2000人にしなければいけない、でそういったあの命題があるんですよね、でこの命題というのは、あの試験委員が勝手に決めた予算との関係。でえー、本試験の 記述の採点をする、えー、採点をする現役,現役の司法書士やはり毎年2000名の任命ですこれはあの実はあいいのかないっていやいやいいでしょう。 今日,今日ですね、実は私、午前中あの司法書士見たあの慶応ど義塾大学の卒業の同窓生の司法書士の先生たちの、えー、集まりにちょっと顔を出してきたんですが、まあ、もちろんあの今日は講義ありますから本当に顔を出してきただけなんですが、えー、中に現役のし試験員の先生、えー、には思いっきり避けられましたが、ね、近寄らないでん野さんと言わ,言われましたけどその過去の試験員の先生たちは何人もいらっしゃいまして、まあ、もうあのそれこそ上に。えー 上は90代の先生から80代70代の本当先生まで今日あの3三4 0人ほどの先生たちにお会いして、えー、皆さんもご存知かもしれない現役の司法書士の試験員の先生がお一方、えー、お名前は言いませんあので過去の試験員の先生たちが何名かいらっしゃってちょっと過去の一番もうやめられて久しい先生にちょっとお声かけたらやはり記述の採点人数2,000人は。 今も変わってないそうです。きょ今日の今日聞いた値段ですよ。すごいですよ。今日の今日聞いたネタ。あの2000人変わらないのであれば、午前の28。29のどちらかあ28だ27。28、えー、で持って。じゃあ足切り突破した人が何人でで午後それでもって25で振り分けるのか？ まあ26はないと思っていたいんですが26で振り分けるのかちょうどその2000人のラインに落ち着くような形の点数をあの決めていくとしたら正直、この午前と午後との基準点予想をしたところでデータを持っているね。ね、えー 持っていいるその試験委員にはかなわなわわけでもう私たちが勝手に予想しても本当に予想にはなってしまうと思います、ですから皆さんに申し上げたいのはその、えー、今年、もしこう涙を飲まれていらっしゃるのであれば、ね、来年、は択一の基準点それがどうしたのぐらいのところの高みを目指してほしいんです。のの基準点、えーの 私はレベルじゃない、ね、記述の基準点を言ってるかどうかは心配だけれども、卓一の基準点なんて、ね、その8月の基準点発表、それがどうしたぐらいのところをやっぱり目指していただきたい、ね、やはりそれがあの、司法書士受験生として、やはり来年に目指していくラインかなというふうに思っております。 ですので、すの択一午前、午後レックが当たるのか、ね、他社さんの、えー、予備校講師の,その予想が当たるのか、ね、皆さん色々、ね、いろいろそれによって、えー、講師の評価等を散々,もしいい散々です、ね、評価してくださるとは思うんですけど、うん、でも、正直そこじゃないかなと。 もっと皆さん上を,、ね、上を目指してほしい、だって今年60問、えー、いわゆる卓越70問中60問いってらっしゃった方たちがそうピーピー言っ,て言ってますか、言ってないんですよ、もう本当に記述のことばっかり皆さん心配してらっしゃって、えー、もちろん記述は、ね、ブラックボックスですからどうなるかわからないにしてもそういうその卓越60超をするような。は 卓越なんて心配してないし、ね、傷つだし自分は、っていうような、ね、レベルにまでやはり行ってほしいなという,ふうに思っているところです。 でまあ基づの基準点の予想を書かせていただきましたけどこれも全くもってナンセンスでそのブラックボックスとなっている記述の配点が、えー、いわゆる上位50パーセントと下位50パーセントを分けるためにどこの配点を高くすれば、えー、上位と下位のね差がつくかという点で後から配点決めてるんですよ後から配点決めてるで今年の配点が高くなると予想されるのはもうちょっと分かってきました大体今年の配点が高くなるつまりだから落としたらかなりガッツンって減点されちゃうのが。 実は第1欄の上記相続人と亡き中村昇相続人のこの第1欄の名変登記と遺贈による所有権移転登記の申請人の書き方でもちろん、これはあのお補正にとどまるから減点にはならないという説う、ね、大した失点にはならないという講師の説もあります。 ただし、差をつけなければいけないという潮書士試験の、ねえー、傾向から見るとこの上記相続人、それから亡き中村ル相続人の書き方は結構大きな差をつけることが可能になってきますですので、私はここはひな型を覚えているかどうかの判断というのを皆さんに試したんじゃないかなと、えー、でかなりここ、だから <laughs> 完全に欠けている方4割。 かけてない方六割というような状況です。ですから差をつけるんだったらここの配点をぐっと上げるということは十分考えられます。さあそしてえ差がついてくるのが次。 なんで皆さんかけないのこの74条 1, 1号74条1項1号のこの申請根拠条文かけてない人が5割、えー、かけてる人が5割という感じです、でそれも択一の基準点突破している人の中でも5割ぐらい落としてます、ですから例えばあの差をつけようとしたときに配点を高くしていくとなると、ここはちょっと大きな配点になるかもしれませんね。まあ、大きな配点点言っても前にに2点 2点よりも限定されることはないと思いますがそれでもちょっと、ね、やっぱりかけてほしかったなという気がします、そしてまずこの存続あ次の配偶者居住権に関しては存続期間と特約ただ契約書を移すだけだってあったにもかかわらずかけてない方が3割ぐらいいらっしゃいますですからそこのところももしかしたら配点を高くして差をつけるということをするかもしれません。 はい、続いて第3弾のところに関しては、えー、合併、そして、えー、弁済による寝てとけましょうここに元本確定を入れて枠がずれたという方が2割程度いらっしゃいますでその2割というのは択一の,の基準点突破した方で2割ぐらいいらっしゃる。 で正直、ず、まあ、がずれちゃうと大きな失点になる可能性は否定できませんそして、弁済による寝て時計の抹消この弁済とせずに解除としてしまったという方が、えー、3割ぐらいいらっしゃいますでその3割の方たち、まあ、原因だけですから実務ではこれ却下になりません却下というか取り下げあ皆さんご存じないかもしれませんが実務で却下になるということはまずないんですね。却下にする 場合には当機関から連絡かかってきて取り下げてくださいという連絡が来ます。 取り下げてください、ね、で取り下げてくださいという連絡が来るということはも,うあのもしその取り下げを拒否したら却下するよというアピールなんですなので取り下げてくださいというふうに連絡が来るイコール却下扱いで却下扱いは司法書士試験としてはナンセンス司法書士試験でやらかしちゃうとかなりの失点を覚悟しなきゃいけないじゃあこの弁済と解除の違いは取り下げ案件 <laughs> 却下案件なのかというとこれはです、ねえー、補正案件です。 でですので補正なので弁済か解除の違いというのは原点で済むと思うのですがただ、ちょっと赤松さんが言ってたことが怖い部島君なんかも大阪の部島講師も言ってましたがこれを解除にした理由というのが元本確定していないんじゃないかという深読みをして元本確定していないから弁済によって不自由性で寝テト権が消滅しない。 でも、えー、元本確定前の寝てい権時でも解除だったらば寝てい権時の抹消ができるんですねだから元本確定をしていないと判断をしたんじゃないかと深読みをされてしまうと大きな減点があされてしまう可能性があるということですのでそういった意味では弁済、いいですか、皆さん、解除した,あ違う違うだ弁したので解除します、えー、解除証書というタイトルで弁済したので解除します。 弁裁ですからね、ねいい弁裁したので解除します、ね、例えばタイトルが解除証書となっていても弁済したので解除しますだったら弁済なんですよ、そここのところ、ね、実務に行けばあの、まあ、当然のごとく習っていくというか教わっていく、ね、身につけていくことなんですがなかなか、ね、あの勉強中では難しいですよねでも、本当に私もあの実務に行った時、えー、私こそ経験なくして受かってしまいましたからそれこそ実務で本当に大変だったんです。 何度やらかかしたか弁済と解除の補正をあもうあの人には言えないほど補正をあの弁済と解除だけで補正をやらかしてますその時に途中で切れた覚えがある当時の登記の官に「弁済か解除なのか結局ど,ちらのど,どっちに判断すればいいんですか?」みたいなねいう,いうようなことを登記官相手に切れて「弁済したので解除しますし」「弁済でしょ」とか言われて。 いや弁済したので解除します解除でしょとか言って私も若かった若かったんでその反論した記憶あるんですがあの弁済したので解除しますまあ、今回は弁済したので消滅しますでしたけれどもタイトルが解除少々でしたよねで弁済なんですよなので今回この弁済は原点で済んでほしいね限定で済んでほしいと思いますがあのまあ鎌田さんとかも言ってた通りもしかしたらその 元確定を見抜けていないと深読みされると大きな限定されちゃうかもねというようなことが言われているところなんですじゃあ次行きましょう、えー、第4欄なんですが第4欄は権能なき遮断という文言を書ければ点数はもらえると思いますこれはほとんどの方が実はできておりましてその択一の基準点突破している方はほぼ7割の方が書けているような状況になってきております。 で総括していくと、この不当法に関しては、択、えー、一の基準点突破している方ですと、枠ずれをしている人は全体の2割ほどしかおりません、で枠ずれをしていない方がほとんどの中で、でその中で差をつけようと思ったら、先ほど言いました、ここ、ね、上記相続人と亡き誰々相続人、74条1項1号配偶者居住権の存続期間と特約、そして、えー、弁済と解除を間違えてないか、ね、こういったところで、まああの <laughs> 配点を高くして加点をね加点というか減点を誘ってくるかと、えー、可能性はあるかなといいですか私の主観ですからね主観ですからあのこれが絶対ではありませんから本当に主観で、えー、の言い散らかしていて、えー、何の責任も取れるなんて申し訳ないんですが一応私からの主観ですで次に、消灯法,法に関してはやはり択一の基準点突破している方たちは第1弾と第2弾をほとんど落としていません。 1> 第一欄と第二欄、えー、卓一の基準点突破している方ですよ。卓一の基準点突破しているだから六十問前後取られてるような、んあ、六十問前後そう取られてるような方だと第一欄第二欄ともにほとんど、えー、取れていらっしゃるんです。で、そういった中で上位五十パーセントかい五十パーセントに分けなきゃいけないとするとここです。役員変更。 役員変更を一人でも落としてしまう間違えてしまう。 結構板手になると思います特に監査役 E さんの退任を忘れた大取 A さんの住人を見過ごした大取 A さんの住人というのは実はあの日付がずれていた3月25日と3月30日ですから住人にしてしまった方はちょっと減点を覚悟しておいた方がいいかもしれない、まあ、その一発不合格とかいうそういう減点ではないと思いますよでも通常役員1人間違えたのに対する減点よりかは。 多くくの原点が予想さされると思ってください関西区 E も同じです関西区 E の減点、えー、そして大統領 A の住人の減点、えー、通常よりかは2倍ほどの減点が予想されてしまうかもしれませんそして、さらに困っ,たっちゃったのがその取得条項付き株式の取得に伴う株式の発行の登記これをです、ね、全部自己株だと思ってしまって登記不要としてしまった方が30%ぐらいいらっしゃるんです。 ちょっとも私もびっくりしましたあの取得条項付き株式の取得に伴う株式の発行登記を全て自己株で賄えるからプラス株式の発行がないとして、えー、登記申請しないとされた方がまあ2二3 0パーセントいらっしゃるでそうするとこれを間違えるとこの第2弾。第2欄 いわゆる取得条項付き株式の取得に伴う株式の発行に伴っての変化した数を前提とした株式消却の数も間違ってしまうだから芋づる式にこちらが間違ってしまうことになるんですで,です、ねえー、今年記述の,の基準点で上位50%と下位50%を分けなきゃいけないじゃあ、どこか点差が開くところに配点を高くしようとすると今言った。 役員一人でも間違えてる。または、この取得条項付き株式の取得に伴う株式の発行。からの第二欄、間違えてる。この役員と第二欄を両方間違えた方は。かなりの減点を確保した方がいいと思います。差がつかないんですよ。差がつかないんです。その第三欄の合同会社。誰ができてんですか。あの。誰とは言いませんけども、そのレックの講師じゃないですよ。他の予備校の講師で。 俺を教えたみたみいなねドヤ、えーえー、顔であのツイッターフェイスブックとか見てるとチッとこってる、ね、い,やい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 や舌打ちしちゃいけないんですが「俺を教えたいやいやいやそ,それでドヤ顔してもないな」っていう。 私なんかも当日から教えてません教えてませんの、まあ、それもそれでどうかと思いますが講師として、ね、教えてませんだからなんだみたいなね,ね運の感じ悪いとかお前、教えてないとかってあの、ね、ツイートすんなよとかって散々言われましたけどでも、教えてないんですよ、本当に教えてないんです稲形コレクションには載ってましたよね先生とか言われましたけどいや、教えてないしで蓋を開けてみましたらいやあの、全部かけた方どこにいらっしゃるんでしょうか。 であの結構皆さんあのいや先生、僕できたしとかってどこできた添付書類書きました自由党、登記すべき事項はあ書いていません。 ゼロ点だねあの添付書類だけか,かけても登記すべき事項を書いてないと0点ですからその第3弾はもうある意味差がつかないと思います、まあ、あのもちろん中には、ね、やっぱり業務執行社員の変更代謝資本金の額の減少、自由、登記すべき事項かろうじて添付書類を書けましたという方確かにいらっしゃいますでも、どれだけ少ないか、なので第3弾この次の第4弾,ですか第4弾本当に差はつきません。 なので今年は第3弾10点採点第4弾1点採点として、えー、35点中この11点を除いた24点の第1弾、第2弾の勝負の中で何点取っていくかということが、ねえー、目指されていたんじゃないかなという,ふうに思いますから、えー、そう考えますとその正確にはあの、根本さんがあのお盆休み以降にやりますお盆明け以降にやります択一の,の基準点を取って 突破した方を対象にした今のような、ね、ここの記述は何パーセントの方が正解してましたよこの部分は何パーセントの方が失敗してましたよっていうガイダンスを8月の毎年皆さんからの再現答案提出していただいたのを踏まえまして8月の20日に実施していきますからそれを、ね、ぜひ最終的にはご覧になっていただきたいと思うんですが今のよう、今最新の状況としてはそういった状況になっていきます。 それを踏まえましてごめんなさい、あの今年の総括が長すぎちゃいましたね。えー、レジュメの方の1ページの方をご覧になっていただもともとのレジュメの1ページの方をご覧になっていただきますと、まあ、タイプ別ということでいわゆるタイプ1から6までに分けさせていただ,きい,ただいたのですが。 1>, 1と2の方はここにはいらっしゃらないのかなという,ふうにあらかじめ仮定をしておりますタイプ1とタイプ2の方というのはまあほっといても皆さん何をやるべきかそして自分に何が足りなかったのかというのは分かっていただけるはずそして1と2の方がもし何か講座をということであってもそれは実践力ではないなという,ふうには毎年思っておりますので1と2の方へのアドバイスというのはちょっと割愛をさせていただいてですねタイプ3からの いわゆる午前、午後どちらかは基準点を卓一突破しているで、えー、だけれども、記述の基準点を突破したか否かということがあ突破したんじゃないかという方がタイプ3そして、記述もちょっとギリ無理かもという方がタイプ4でそれに対して、えー、午前、午後ともに基準点未満の方。 その方たちをタイプ5と6に分けさせていただいておりますでまず最初に申し上げたいのが、えー、今年の受験生の方で昨年の実践力の受講生の方例年よりかなり合格者が多いですでこれはあのもちろん主観の私の数値であって、えー、正しい数値を発表したわけではありません。ただ私自身にあの皆さんが 報告してくださった数値を見ますとやはり昨年、ね、午後が難しかったので午後16点、13点、12点、えー、そうですね13点の方が今年、えー、午前16午後13の方が32、33でもって気づつほぼ、えー、間違えてないというような嬉しい報告をしてくださったのを筆頭にその10点台特に午後10点台の方から な2倍なんてもんじゃないんですよ、2倍じゃない、ね、もう10点台から2倍じゃなくて1.5倍ぐらいの、2.5倍ぐらいか、だから2倍じゃない、あの12点から28点とか、ね、15点から33点とかっていうようなあの報告というのが非常に相次いでおりまして、ああのど,どうなのかな、あの片足を、ね、脱輪されていらっしゃると、どうしても自分で頑張って。 ねえー、線路を走っているつもりであってももともと片足が脱輪していると自分が頑張っている割には前に進まない、ね、そんな感じだったのがその実戦力の講義でその、まあ、私の講義のところに関してはもう管理強めですから。ね、もうあの 今日これやんなさい明日これやんなさい、ねえー、これをどう使いなさいなんていうことを毎日のカレンダーみたいなことで、えー、かなり指示をしてで最初、戸惑りまくったとそんなことを1年目、2年目の時に言われてなかった、ね、そんなにし、えー、講師に指示されるなんて甚だ憤慨でなんて最初はもうもう反発しまくってもうあの、好きあらば。 私が言うスケジュールから外れてやろうなと思ってたんですよなんて一昨日実は言われまして個別相談の時に先生の言うあのカレンダーにとにかく乗っかりたくなくて最初、もうジタバタジタバタね暴れに暴れまくってだけど、も不登校ぐらいのところでもう,もう,あのもう疲れたともう、こんなったらそれも乗っかってしまおうと言って乗っかってからがものすごく伸びたとあ言ってくださったの一昨日の個別相談の受講生まあすごく私も嬉しかったですあ。あでそれもどうだったのってね 同じ頑張りをしてあこんなに伸びるんだって、ねまあ、その方も今年ぶっちぎりで多分受かっていらっしゃるような成績を収めていらっしゃるんですがだからそういういタイプ自分は5かも6かもなんていうふうに思われても、ね、そこでもって意気消沈されてほしくないんです、えー、可能性はこれからも皆さんにお見せします。 えー、どれだけの自分に可能性が残っているか、ね、そして残っているかじゃない開けるか花開けるかそれを皆さんにあの目に見る形で、えー、お伝えしていきたいと思いますであの私もお講師としてです、ね、その伝えられることはもう本当すべて伝えていきたいと思っていますからそこのところの、ね、エッセンスをぜひ皆さんもお汲み取っていただきたいそのちょっと今日は少し片りをお見せしたいと思います。 まずタイプ3の方から4の方の学習法として2ページのところをご覧になっていただくとタイ,プあそうかタイプ3から6か,だからもともとはだから6は一番自分、ダメじゃんっていうその6の方でこれは16問未満の点数をお取りになった方という方ですだから大丈夫です、伸びますから正しい線路の上に登れば本当に、ね、倍、同じ労力をかけて倍伸びますよ。 で、皆さん言うならば、あの1個目のボタンから掛け違えていた。1個目のボタン掛け違えていた。だから一生懸命。その後ボタンをかけてるんだけれども、自分としてはボタンをかけてるんだけれども伸びていかない。でも、その1個目のボタンの掛け違いを正していけば、あの同じボタンをこの後でかけていても全然変わってくるんです。そこをね、本当にあの達成達成というか感じてもらいたいなと思ってます。で、そのためにはまあ、もしでもね。初級講座をレック等で、えー、受講されていらっしゃって。でも、まだそれが受講。 終わってないんだというのであれば、それであればです、ね、でその初級講座の未消化分をやはり消化していただきたいなというふうには思っております例えば、15ヶ月合格講座、前立制本科講座、9ヶ月合格即就等を、ね、すでにまだ終わっていらっしゃらないのであれば、それを消化するということが真っ先なのかなと思います。 でえー、ただし、その場合にはやはりご自分で計画を立てるということに対する弊害というのは皆さん、やはりしっかり知っておいてほしい、ね、自分で好きな通り勉強できるということはすごく贅沢なことで、ね、自分があのやりたいように民法をやってやりたいように不登法をやってでやりたいようにやっているところは伸びるんですよで気持ちよく勉強しているからだけどふっと気が付くとあれ、11月なのにまだ不登法をやっている。 あれ予定では11月には会社法に行っているはずだったのに、ね、まだ不登法をやっているなんていうそういったことに起こりかねませんからもしあの未消化の初級講座を自分でやろうとするのであれば。 少なくとも今年の春からスタートした15か月合格コースの春生のスケジュールのデッドラインを守る形でですね未消化の音声データなどをですねご覧になっていただくようなあのかなりシビアなコントロールあのスケジュール管理というのはしていってほしいなと思います。 そしてもしご自分でやるということであったとしても1月からの答練は絶対に受講してほしいと思います1月以降の答練についてはやはり改正法の影響がありますから改正法についての出題をきちっと出していきますのでねそういったところの1月以降の答練は絶対に受講していただきたい。そうしまますと1月以降また民法から当連を 高齢にのっとって復習をしていただくとすると年内のところで少なくとも主要4科目についてのインプットというのはぜひ終わらせていただきたいと思いますそして、丸さんも先ほど言いました自分で勉強するというのは成功するか成功する方いらっしゃいますよ5人中2人は成功しますでも5人,5人中3人はあ厳しいこと言いますがあの成功しません。じゃどういいった方が成功するかかしないか 成功する方は先ほど言ったとおり自分で計画を立てそしていつを何,何をいつまで勉強すればいいかということの見通しを立てた上でそして、もう一人の自分が自分を、ね、俯瞰してほら、もうそろそろ不登校行きなさいもうそろそろ会社法行きなさいというようなその背中をお尻を叩くことができるようなそういうですね、いわゆるスケジュール管理のところをしっかりとできる。 ということとが必要になってくるかと思いますで、えー、これはねもう性格的なものでいい悪いじゃないんですよ受かりやすい人だと自分でできるとか、ね、あの自分でできない人に関しては受かりにくいとかそういう相関関係がないのが悩ましいところで皆さん方の性格的な問題なんですね。でなんてううでしょう昔の ちょっと、ね、年がばれますが今、ベネッセコーポレーション、ね、なんて言ってましたが昔はあの福武書店の,あの真剣ゼミとか言ってた真剣ゼいた私の世代ね真剣ゼミの赤ペン先生の添削。 溜めちゃうタイプの人、ねえー、塾で、えー、勉強せずに自宅で勉強できる方がいる一方でその通信教育系は常にあの封を開けてない封書が 5通6通7通ね、私も貯めましたよ、Z 階、<laughs> 5通、6通、7通とたまっていや、あそこまでの高さになったら開けようみたいなで今はそれが私今、冬季研究の封筒が同じ羽目になってましてもうあ,のあそこの高さまでになったら冬季研究の封筒を開けようっていう,、ね、でいうようなことはあ性格って変わらないんだなと本当にいまだに思ってるんですがその点はのやっぱり。 なんてでしょう自分で計画立てて自分でこう実践できるという方にとってはなんないことなんですけどその、ね、人様にほら次これだよほら次これ行きなさいって言われて、ね、ある意味お尻叩いてもらって、ね、そうやってあの勉強していったでそれいい悪いじゃないんですよいいい悪いじゃないんですでそういったような形の方がであるならば、まあ、予備校のこう講義に乗っかってしまうというのもありなのかなというふうふには思っております。 じゃあそうすると呼び込みに乗っかるとしたらどうするのということであると、えー、初級講座のまず再受講というのが一つ、えー、皆さんにはご提案できますで場合によって条件が合えば、まあ、半額キャンペーン等の,です、ねえー、あのキャンペーンをやっておりますので初級講座、今ちょうど初級講座は2023年来年合格目標だと不登法からの今ちょうど8月から不登法というシーズンなんですですから不登法から生講義ないしは通信講座に。 まあ、あの合流するというやり方を選択される方もいらっしゃいますそして今日始まります実践力パワーアップ講座、ねえー、この講座であれば先ほど言いました1 2 3点から1 5 6点の方までを対象にしておりますから大丈夫です、正しい性能に乗っかればあの3、ね、2倍以上の点数に伸びていくことはもう本当にあの過去の実績がありますので、えーね、そこのところはあのお任せいただきたいなと思います。 さあそして記述対策、このタイプの5ないしは6の方たちはひな型等の暗記等についてもまだまだですね、えー、あの行き届いていらっしゃらないと思いますからひな型の対策というのはどうしても時間がかかりますですから、まあ、お盆明けをめどに勉強を始めるというふうふに、ね、考えていただいたとしてもひな型についての勉強は少し,少しずつ始めていってほしいなと思いますただしあれですよ商業投機法の持ち分会社これを機会に持ち分がバンバン出るかもしれない。 ななないいいででですすすかよよ来年出ませんから、あ持ち分あどこ何のいつの話ですかぐらいの形で、持ち分ははもう来年は出ません再来年は分かりません再来年は分かりませんがあの合同会社、今年出ましたけれどもこれでをきっかけに持ち分がバンバン出るということは多分ないと思いますですので、そのやっぱり肝の株式会社、ね、特に今年の役員をあの、ま、間違えてしまったような方はそちらの方をしっかりと復習してほしいなと思います。 そしてタイプ5の方,5の方はまああの基準点間際まで行かれたというような方です。でこの基準点間際まで行かれれたんだけれどもという方に向けたアドバイスこれは他のタイプの方にもすべて共通しますので声を大にして言いたいのが皆さん方、それは知ってるんですとかねそれは知ってますってあのおっしゃるんですよくご質問されたことに対して私は答えると先生、それは知ってます。 とおっしゃるんですが知ってるということと分かってるとの溝を皆さんは知ってないその知ってると分かってるの溝というのがどれだけあるかそこをやはりお伝えしたいと思います知ってるなんていうことはそれこそ1時間講義を受けたら知ってるんですよ。 私、高校生相手に高校生法律講座は年間それこそ50個前以上あの全国の高校で講義してますけど本当に1時間の講義で177条の対抗関係とか普通に皆さん理解してバンバン質問してくれますでびっくりするぐらいのですねあの時効の話キャッシュカードの話そしてあの過払い金の話、えー、そういった話をするとね質疑応答の時に高校生の方たちとかで普通に今1時間前に聞いたことをバンバン質問してくれるんです。おすごいなと思う反面 ああそうか、ね、知るっていうことは、えー、さほどおハードルは、えー、高くはないんだというふうにはおお、まあ、思うに至りましたでもね知ってるじゃ受かりませんこの試験 <laughs> 知ってるで受かるんだからそれこそ1時間聞いた、ね、高校生だって受かっていいはずなんですそうじゃないんですその分かってるという状態に高めるために何が必要かというのを本当に声を題にして皆さんにお伝えしたい,い,いですか分かってるというのは例えば100人の受験生が、えー、丸だと言っても 自分が罰だと思ったら罰から変えないぐらいの勇気がなきゃだめなんですいや100人の人が丸かじゃあ丸かな、ね、みんなが丸って言ってんだら丸かなそれは分かってる状態じゃありません、ね、だからそのよく言うのがとにかく知っている状態を増やしなさんなとだったら最初から知っている状態をシャットアウトしろと、えー、トーレンの復習でもって公開募集の復習で知らないものが出てきたら回答、解説読みなさんな。<laughs> でも知っているものを増やしなさんだって散々言うんですけどでも皆さん、やっぱりトーレンで出ているねやっぱり知っとかなきゃみんな3000人の人がこれ知ってるるこれを復習してるんだから確かに3000人以上の受験生が知りますけど,知りますけどそれをね分かっているのに状態にできる人がどれだけいるかだったらば自分が講義で習ってでそのまず講義で習ったことを確実に分かっている状態に持っていくことに不信してほしい。 そのために実施のこの講義ではもう徹底的に情報量を絞りますからそこの点、ですねもっともっと情報量を知りたいんだという方には、まあ、ある意味、薬不,不足という言葉はよくないですねあのもっともっと情報を知りたい。ね 自分の知りたいことを知るというのが中上級の勉強だって思っている方には本当にあのつまらない講義かもしれませんでも長年講師やってきて私も24年講義やってますからその知っているということを言っている受験生が分かっている確率というのがどんだけ少ないかと、ねえー、いうことをもう肌で感じていますからもうそこを皆さんに徹底的に分かっている状態に持っていくようなそういう講義を、ね、やっぱりしていこうと思っています。 そそしてですねその分かっている状態に持っていくのが重要と言いましたけど分かっているにもレベルがあるんです分かっている状態に持っていくと言ってもねどの程度分かってなきゃいけないのか。例えばキーワーワド を6か月なのか3ヶ月なのか2年なのか1年なのかというようなキーワードを分かっていなければいけないのかそれとも要件・効果制度の要件効果または定義定義を分かっていなければいけないのかでさらにもっと深く制度趣旨いわゆる理由付けのところまで分かっていなければいけないのかその確実に分かっていなければいけないレベルというのは問題によって変わってくるんですね。 で、そこをやっぱり履き違えている受験生が非常に多いように思う。だから、六ヶ月か1、半年か、あ、半同じ六ヶ月か、一年かっていうキーワードさえ覚えておけばいいのに。制度趣旨まで覚えようとしてしまう。または、例えば、あの。制度趣旨まで覚えなければいけないのに。自分では、キーワードさえ覚えておけばいいと思ってしまう。そういったミスマッチというのが、やっぱり。 気になるところでありますですからそういったところを実践学の講義の中ではセルフレクチャーという復習用教材でもって何をどこまで覚え,る覚えていけばいいのかと、ね、いうことについてはアドバイスをしていこうと思います。 まあそして丸さんのところはまあえ学ぶべきベストなタイミングがありますよでそのタイミングについてはまあ講座を取っていただくのであればえ必ず講座の中で今の時期は何を勉強していくべきかというのをお話ししていきますからそこのところはですねえアドバイスをさせていただこうと思いますでもちろん自分で勉強されるという方がいらっしゃることは分かってますでも私も何も講座を取れと言っていることをね全面押ししているわけではありませんからもしご自分で勉強するということであればレクでは必ず三ヶ月おきに中上級の 受験生対応の方に講座を取っていなくとも今の時期にどんな勉強をすればいいのかというガイダンスをしていきます差し当たっては次は10月のところで、えー、ガイダンスがありますそして12月にまた年明け以降の勉強方法についてのガイダンスがあります1月に実力養成討論を受けてどうやって勉強していけばいいかのガイダンスをしますそして3月はどうなる今年の本試験そして、えー、直前講座に向けたさまざまな、ね、イベントをしていきますからその <laughs> 学ぶべきベストなタイミングについては我々とつかず離れずにねいていただければアドバイスをしていこうと思っております。さあそしてタイプまあ六等五の方に向けて筆記試験の合格発表まで待ってしまうのはどうですかというご質問。タイプ五と六の方には待つことはお勧めしません。えー、遅くともお盆明けいやお盆明けまで待っていただいてもいいね。さんざん皆さん今まで勉強されていて、えー、ご自分の 体力も衰えていらっしゃるでしょうし家族サービスもしていらっしゃらないでしょうしおい、ねえー、しいものも食べていらっしゃらないでしょうし、まあ、コロナがちょっと心配ですけれども、あのー、8月のお盆明けまでは、えー、ゆっくりと羽を伸ばしていただいていいと思うただ、お盆明けまでの間,あの間にどういうふうに自分がそこから勉強するかの青写真だけは描いていただきたいと思います。そしてて実際に戻ってくるのはお盆明け。 ただ、それがさらに1か月半、えー、遅れて、えー、筆記試験の合格発表、えー、10月の頭まで待つというのはちょっとおすすめはできません、えー、10月の頭以降まで待って、だ、え、め、ー、だった方で戻ってこられて合格できるのはタイプ、えー3以降のまあ、4以降か、4以降のです、ね、方たちですので、えー、筆記試験合格発表まで待つのはおすすめできませんよということは申し上げておきたいと思います。 じゃあそれではあのその後のタイプ43の方に向けてかぶ、まあ、っているところもありますから必ずしも、ね、あのその方だけのアドバイスではないんですが <laughs> タイプ4の方で、もちろん4の方と3の方はその2の方にも共通していく部分がありますので。2の方にも、 あの5の方にも、ね、共通していく部分がありますから、まあ、ちょっとあの自分が「ああこれは」っていうものは参考にしてほしいと思います。でまず <laughs> タイプ4の方というのは「卓越」については基準点、えー、を「うん、卓越」の午前午後どちらかは基準点を到達しているけれども「記述」うについてはちょっと基準点があ難しい。 で、タイプ三の方は午前午後どちらかは基準点に到達している。で、記述については問題ない。まあ、タイプ三の方、四の方、午前または午後のどちらか卓一到達しており、記述についてはタイプ四の方は記述はちょっと基準点落ちかな。でタイプ三の方は記述については採点されないかもしれないけれども、タイプ三の方は記述到達しているかなという方です。で、もちろんですね。あの。 卓越の勉強方法については先ほどの知ってると分かってるの話というのがすべて適用されますからそちらを参考にしてくださいこの方たちへのアドバイスとしては卓越と記述どっちが先なのという話なんですね3ページのところをご覧になっていただくとやはりですね卓越の知識を先に完成させてほしいで傷つというのは卓越の知識の完成 からの、えー、雛形の暗記、そしてそこに場数が揃って初めて、えー、記述というのが完成していくんです。ですからこの午前午後どちらかのみいい基準点、えー、突破しているとね、いう卓一の午前午後どちらかのみ基準点突破しているという方に関しては、やはりどちらかというと卓一の知識獲得を先行させてほしいと。で、えー、そしてその上でですね、えー 特に午後が苦手ですよという方は後でこの後括弧を読んでお話をしていきます。3のところ民法の学習時期に不当法のひな型を会社法の学習時期に小等法のひな型を学習開始するそうで不当法のひな型小ョ法のひな型を後回しせずに民法の時期に不当法のひな型会社法の時期に小等法のひな型というのをやはり学習開始してほしい皆さん方、ひな型についてですね今更ひな型 先生僕を誰だと思ってんですかとかって面と向かって言われたことも、まあ、多々あるんですがあつまり、私に向かってひな形の学習をしろなんては講師としてもっと有効なアドバイスはねえのかみたいなそういうあれですよでも、そういうことを言う方に限ってひな形はかけてない。ね そういういことを言う,か言う方に限って今年の配偶者居住権かけたのなんて言うといやね存続感かけませんでした、えー、いわゆる特約かけませんでしたなんてことになりかねないそれこそさっきの上記相続人亡き誰々相続人もそうですよあれは雛形の基本の木ですよ、えー、権利者側のお相続人からの申請義務者側の相続人からの申請多分ね、ね不動産投票を3回目で習ってますで不動産統計を3回目で習ってる面白いんですが蓋を開けてみるとそのおまし受験の方皆さんかけてるんですよ。ここ だから、それをね、三年も四年も勉強している,る方が、何でかけないの。ね、やっぱりひな形の知識っていうのは、どん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 薄らいでいってしまうんです。で、そこを、やはり侮ってほしくない。ね、ええー、工藤裕太がひな形の案件は、あの、あ侮らないでほしい、ね。そこは本当に、あの、申し上げたいところです。だって、ひな形で飯食うんですよ。<laughs> っていうか、その、いや、あの、長く使用書士としてやっていくと。 いや紙一枚とペン一つで仕事ができるってななんんてすすごいい資格なんだと思います、まあ、私もお <laughs> 恥ずかしながら、えー、申請の当日に名片を飛ばしていたことに法務局の窓口で気が付いて慌てて紙一枚、まあ、栄養用紙は常に常備してますから栄養用紙一枚でペンで名片,、まあ、名片だったりその他の,、ね、あの合併による、うんまあ、合併 がっぺやささがに見逃さないけど名変を見逃して窓口で追っててあてひな形手書きしたなんてことは過去に何回かありますでも、そういった時に、えー、もう自分の汗びっしょでねももうもう自己責任あんなこと言っておきながらこれ名変でひな雛形書けなかったらこれも講師としてもうアウトだなと思いながら名変の,、ね、あの書きながら事、まあ、なきを得てでそうするとああ すすごいいなってと思いますで、まあまあ、そ,それは事前準備が足りなかった自分のこと棚にあげてで言うんですけどその紙と、ね、ペンさえあれば、ね、仕事になる自分の頭の中に入っているひな型でお金いただいているんですよ、この自分の頭の中に入っているひな型これはもう、ね、あのどんなに AI が進もうが、ねえー、自分の頭を一番信じられるってすごいな、ね、本当にだから思いますだから、そひな型の暗記っていうのを侮ってどうするの 皆様とこれで飯食っていこうと思っているんだったらとにかく、ね、今年の例えば、そうですね、保存登時の,の申請書もそうそして合併による寝て時の移転時もそうそしてあの商業登記法の本店移転の登記もそう本当に何気ないひな形をとにかく一個一個大事にしてほしいそれはもうタイプ3、4の方のみならず皆さんに申し上げたいことです。 さあそれではじゃあタイプ3の方へのアドバイスとしてはタイプ3の方は卓一のどっちかで失敗しちゃった記述はできたのに採点してもらえねえっていうような方たちですよ。 で特に今年はやはりまあ若干午前の方がやっぱり簡単でしたから午後の方で基準点割れしてしまったかもという方はあの多くいらっしゃいます。まあ去年もそうでしたね。去年も午後の方が難しかったですから午前は突破したのに午後が突破しなかったという方が晩、まあ、毎年多くいらっしゃいます。でそういった方たちですね。で、えー、こちらの丸一欄ですが、当連公開模試の卓一の得点よりも本試験の成績が下がってしまった場合、基本論点と発展論点の区別があやふやになっている恐れがありますよ。これはもう何度も言う。 も発展論点ななんですかあなたたちはっていういやいや厳しいこと言うと発展論点のところ改正論点のところ、ね、そういったところで非、えー、常に躍起になっているでも蓋を開けたら「国会間違えたでしょ」ねえー「第4問の未成年者間違えたでしょ」ま「あ、未成年者間違えた人はあんまりいないんですけどその21問の成年後見監督に間違えたんじゃない?ね」ね 権利自治間違えてませんか、えー、それから担保物件の性質間違えてませんかってっと皆さんうっうとか言,って言われて、ね、<laughs> あの去年あんなにい,い,その <laughs> いろいろ、ね、公開模試だあの発展論点だ頑張ったんだけど先生、権利事実間違えちゃいました、えー、担保物件の性質間違えてしまいました相続間違えました後見監督に間違えました。いや そこだよねっていうことなんです。なので、そのこれはタイプ3の方だけに言うんじゃないんですけども、えー、今一度ですね、自分にとって何が一番重要なあの論点なのかね、えー、今一度本当に基礎を大事にしてほしいなと思います。さあ、そしてタイプ3の方はもう確実どっちかまで行ってるわけですから、えー、こちらの3月までのところ。 1>, そうだね、1年間の間を一年間のこれからの勉強を3タームに分けて、えー、そしてあの年内まで年内までと3月までそして、えー、直前期という形でこの3つにのタームに分けて年内までで講座を利用するか自分で勉強するかで主要科目を中心としたインプット3月までのところで当連レでを使って、えー さらなるインプットそして直前期という3回かけて完成させるということをお勧めしたいと思いますそしてもう発展論点は年内はホす。発展の点年内は手つけませんよそして、えー、このタイプの方たちによく出てくるのが先生やっぱり過去問足周ですよね足別ですよねね、いいですか足周使ったら落ちますよあの 落ちますよっていう言い方は私もかなり今あの大げさに言ってますけれども足集っていうのは例えば、えー、伊藤塾さんのセレクトタイプの足集大友さんのセレクト過去問ちょっと私も他社さんのことあんまりよく研究してなくてそのお、えー、はっきりとしたことは言えないんですがその足集の過去問はあの使うべきではありません、いいですかあの今年の問題何足で正解できました皆さん 三足で正解できたのが35問中20問あるんですよ三足で正解できる、ね、でおまけにあの私はあの検証会で言った通り軸足検討で基礎的な足だけで正解できたのは午前科目に言えば35問中30問です前足なんていうのを正合判断できる必要は全くないんです特に第三者のためにする契約とか、ね、あの刑法の因果関係なんか二足ですよね、二足,足は過去問に出題されている基礎知識です。でそうなのであれば それを見越した問題を作ってるんです、本試験委員はだったら一足タイプの一問一答タイプでなんで皆さん、わざわざハードルを上げるんですか、ね、5分の3の知識さえ分からなくていいのに5分の2も、ねえー、足集の中で出てきてしまうそれを何ですか丸抜、しっかり分かっていくタイプの勉強をするのはこれナンセンセスですですから、一問タイプの問題を使いつつ足集をダブル使いするなら100%歩ずってアイデとしても。あの 一足タイプの足集タイプの問題集のを利用するのは。本当に進めません。ただもちろん伊藤塾さんですとか、その他社さんで。 だったら軸足になるアシシュだけをピックアップしたセレクトタイプのアシ臭シを出しているところもありますからちょっと知りません、私は <laughs> タックさんの何なのかそれが辰巳さんの何なのか、えー、あの伊藤塾さんの何なのかはちょっと不勉強ながら、えー、ごめんなさいあんまり他社さんに興味がないんで、ね、あので、ね、興味がないんでとかってと感じ悪いんですがあの研究はしてないんですが。その そういったようなものを、ね、出していらっしゃるならまだしも、えー、足臭タイプの問題はお勧めはしませんそして、丸5のところなんですが、えー、こちらのところですね、あのー、タイプ3の方つまり記述はある程度できたという方であってもやはり年内に新作問題をバンバン攻めるというのはお勧めできませんやっぱり雛形なんですよだから記述、ね、論点の卓越インプットなどをやはり中心としてほしいなと思います。 そして登、えー、記法択一のインプットの際にこれが記述だったらどういうふうな形で出るんだろうかという目線でもって再確認するという発想はすごく重要だと思いますから、まあ、参考になさってみてくださいで記述の演習はやはり実力要請連、えー、レックの実力要請答弁がスタートしてから、えー、新作タイプの問題を年明けからやっていただきたいなと思っております。 さあそれでもあのタイプによってです、ね、無理やり分けたんですけど、えー、ほぼかぶるところもあるのでかぶ、えー、るところに関してはやっぱり基本は同じなんですよ、えー、1回で受かる方がいらっしゃる1回で受かる方はこういった基本を全て1年で、えー、クリアしているということなんですからそんなに、ね、あのタイプごとに大きなあのアドバイスがあるわけではないですがあの、やはり共通するうアドバイスについては皆さんぜひこれはというものを、ね、参考にしていただければ幸いです。 じゃそれを踏まえまして今日この後実践力パワーアップ講座がまあスタートしていくんですけれどもちょっと簡単にご紹介させていただきます、えー、今年あの実践力パワーアップ講座のほかにインプット講座とアウトプット講座でとでネックは四つのラインナップを用意させていただいておりますでインプット講座につきましてはあの卓一午前午後とも得点数に応じたラインナップとなってますでさっき私このレジュメ見てうわ森山さんに殺されると思ったのが別にあの V マジックがごあのゴシック太字になってないのは モリリンの講座を押してないわけじゃないですからね、違うんですあの、昨日このレジュメを作っていて別にタイはないんです、ゴシック太字にするのを忘れただけであの森山さんの,あの講座を何かあのディスってるわけでもなんでもないのでそこはあのあの皆さん、垂れ込まないでくださいあの森山さんの情報量ってあのすごいんであの先生、僕の講座を太字にしなかったそうじゃないですかとかって今日、絶対 LINE か, <laughs> かメールが来るなとち先々、恐々、さっきから思ってるんですが。 別に違うんですよ。V マジック攻略講座はもうゴシック太字でお願いします。で、あの点数ごとに、あの講座が違ってきていますが。正直ですね。あのー、この点数は、あの目安です。あの実践力の受講生。蓋開けてみると、三十二とか、三十三とか取って、記述一発。 アウトだったみたいな方も、今年もすでにお申し込みいただいています。で、実践力の講座はかなり上は三十点以上の方も集っていらっしゃるんですが、ただ一つだけ申し上げたい。あの実践力の講座の得点層の方が、あの背伸びをして、パールをに行くとやけどします。ですが、パールの、あの受講生の、パールーの範囲の方が。あ でも実戦力かな実践力の方があの網羅的にね全部の部分をやりますから全部の部分の講義聞きたいなということで実戦力を取る分には全然問題ないんですがあほぼ実戦力の点数帯の方が、えー、背伸びして根本昌司の講義を受けたい。ね 中毒性ありますからね、あれはね、あの根本正直の講義を受けたいって言ってパールを受けるとやけどするっていうのを毎年見てきております。なのであの大は小、カネルな発想じゃないんですが、ちょっとそこのところあの皆さんの実際の講座をね受けて、えー、見ていただいて無料体験と受けていただいて厳しい目で選んでいただきたいと思います。そしてアウトプットを中心、えー、つまり一方的に聞いてるんじゃ自分はちょっと嫌やだね、えー。はいじゃあ2分上げますから問題解いてみてとかっていうようなその緩急あるですね。アウトプットを講座の中で 取り上げる取り上げるようなあの講義形式がいいという方は卓一ターゲットの講義をお勧めしたいと思います。そしてまあ私はあの実践力の方を担当させていただきますからちょっと実践力の方の、えー、簡単な説明させていただきますと、まあ、とにかく実践力はあの。<coughs> 網羅的にお話をしていきますそして先ほど言った通り管理強めでもあります今日お配りするこれあの学習カレンダーなんですが、はい、こういうのを毎,日毎月出します通学クラス、ウェブ、えー、通信制 DVD 受講生3パターン、はい、今日これやんなさい今日これやんなさい今日これやんなさい。ね お盆,期間お盆期間とかね、えー、それぞれあの今やっている科目以外のおものも含めて、はい、これやんなさい、これやんなさいのおスケジュールをおー毎月、毎日。 えー、あの本試験の直前までお渡ししていきます、そしてあの復習の仕方等についても、えー、全てお話をしていきますのでとにかく勉強しているのに一体何をやればいいのか分からないということはです、ね、解消させていただこうと思います、で今年は本当にあの、えー、2倍以上の成績になって合格推定見込みの方たちは皆さん、この講座のスケジュールに従って勉強されています。ですから私も、ね、あのそうやってあの 先生のスケジュールに従ってやったらあの合格できそうですという声がたくさんこれだけ来ているもですからもうちょ調子に乗りまして、えー、毎年毎年、かなりどん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 ん管理強めになっている次第なのでそれを、ね、あのうざいと思う方にはお勧めできないんですが、まあ、とにかく乗っかっちゃえという方にはもう自信を持って私自身も、ね、あのおお皆さんに提供していこうと思っています。 さあそして、えー、テキストの方もですね実践力の講義のテキストはとにかくあの皆さんに軸足から離れるなこんだけ軸足、軸足って私自身が言っている以上、じゃあ軸足どこなのよ特に4回目以上の受験生になっちゃうと先生が軸足、軸足って言うけどもう,もう僕、こんだけ勉強してるったら軸足がどこだか分かんないよとかっていう声を、ね、たくさんいただいてる、はい、軸足に編みかけしました。ね はい、ここが軸ですよ、ね、ここを軸ですよここを軸にしなさいここがもうあなたたちの軸ですよ。ね 軸化足、えー、となる基礎知識かそうでないところかもうテキストの中から全部区別されていますから復習の時には特に網掛か,か,かっているところだけやんなさい網掛、ね、か,か,かっているところだけやんなさいよなんていうことをお話をしていますですのでどこをメリハリを持って、ね、復習していただくのか、えー、いいのかというのはもう目で見ててかるようにしておりますさあそして気になっているでしょうあの令和5年の改正法には完全対応していきますから、えー、対応の件に関してはもうこちらにお任せください。私あの明日 明日名古屋に行ってあさって富山県司法書士会の研修講師に頼まれまして富山県司法書士会でもって相続法改正の講義 6時間講義6時間で富山県の司法書士会の司法書士現職の司法書士に対して講義をしてくるんですがでその再来週はあそこで札幌司法書士会その次の週は宮崎県の司法書士会に行ってあのそれぞれ相続法の改正講義をやってくるんですがとにかくもうあの実務でもってですね現役の司法書士に散々司法書士の。 改正法の講義を全国でしておりますでそのレジュメ等を使ってですね実戦力の方でも皆さんに提供していこうと思いますからもうとにかく改正法については乗っかっちゃってください、ね、ご自分でいろいろ情報を調べたりはこちらにお任せいただきたいと思います。 さあそして、えー、記述対策に関しても、なんせ、えー、この実践力の強みは私の同期の赤松講師とタッグを組んでいる、ね、あの変態赤松さんとタッグをんでます組んでいますから変態赤松さんが実務家の視,視点でもって記述のインプット講義を担当してくれています、そして私があの講師の目線でもって、えー、解き方の実況中継を全6問、不等法6問、小等法6問、実況中継でもって皆さんにどうやって解いていけばいいのか。 お話をしていきますからこのの講座の中で実践力のパックの中で全て完結をしております、えー、ですので、もういや乗っかってしまおうというのであれば、ね、本当にあの皆さんの方で、えー、あまり余計なことを考えずに、ねえー、脇目も振らず目の前にはい次これやなさい次これやなさいという話をしていきますから乗っかっていってほしいなというふうふに思っている次第です。 さあそれではあのお今お話をしたあ内容のところ、えー、ちょうど1時間ほど経ちましたので、えー、こちらの方で私の方からのお話は一旦これでおしまいにさせていただいてでこのあと、えー、6時からのところで,です、ね、実践力パワーアップ講座の実際名1回目開講がありますすで既にあのお申し込み済みの方はもちろんのこと、えー、無料体験していこうという方は必要なものは全てお渡しできますのでぜひ参加していただければと思います。まあ、1回目は、ね、改正点とかあんまり関係ないね ですから、えー、ね聞いたことのあるような話ばかりかもしれませんただまああの少し様子とレベルをね、えー、体感していただければと思いますのでもしお時間にゆとりがあればどうぞ参加していただければと思いますでは私の方からのお話は一旦これでおしまいにさせていただきたいと思います、えー、皆さんどうもご清聴ありがとうございました